クロイキ、ちょっといいか。キリトン、どうした？前々から聞こうと思ってたんだが、お前のその技ってブレインバーストで独自に編み出したものなのか？ああ、その話から、私もいずれせねばとは思っていたよ。ヴォーパルストライク、スターバーストストリーム、ジ・イクリプス、これらはいずれも私がブレインバーストの師匠から教わった技だ。師匠か。キリトが同じ名の技を使っていた時は私も驚いたよ。ちなみに君の方はどうやってその技を？どれも前にやってた SAO ってゲームで得した技だな。ヴォーパルストライクは ALO でも使ってる。若干仕様が変わってるけどな。スターバーストとイクリプスはもともと SAO にあった二刀流スキルでしか使えないソードスキルなんだ。 ALO では一応物理的な再現はできてるんだが、当時より弱体化してるのは否めないな。なるほど。モーションや威力の違いはあるようだが、基本は同じ技と思っていいだろう。となると、うちの師匠がどこであれを教わったのかだな。21年間という時間の違いはあるが、同じ開発メンバーがゲームに関わっていたという可能性はあるな。まあ前提としてこっちとそっちの時間軸が同じ場合だが。そうだな。なあ黒雪、もう一回一戦交えてみないか？何？同じ名の技を使う者同士改めてぶつかり合えば、何か見えてくるものもあるかもしれない。例えば新技が開発できたりとかな。うむ、そうだな。たとえひらめかなかったとしても、お互いの反復練習にはなるだろう。その戦い受けてたと。そうこなくちゃ。ちなみに俺たちがいるこの浮島郡、スバルト・アルブヘイムだが、黒き妖精という意味がある。なるほどな。では行くぞ、黒き妖精キリト。ああ、来い黒の王ブラックロータス。やはり技名は同じだが、仕様がかなり異なっているようだな。そうだな。果たして意味があることなのか、それともただの偶然か。そんなことを考えている余裕はあるのか、キリト。それはこっちのセリフだぜ、ロッタ。覚悟して、覚悟して、これで決めてやる。セイ、そろそろ決着をつけよう。そうだ、まずは緊張に勝負。はっ、スターバーストストリーム。はっ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 、私が勝てたのはまぐれのようなものだ。そんなことはないさ、さすがは黒の王ってとこだな。キリトの方こそこの妖精の世界でトップクラスの実力を持つという噂にたがわぬ素晴らしい剣士だ。どうした？師
新技がひらめいたようだが、これはなんだなんだ。スターバーストストリームだ。え、本来私のスターバーストストリームは高速の16連突きから生み出される星を流星のごとく飛ばす技なのだ。対してキリト、君の技は高速で相手に斬撃を叩き込む16連撃。どうやらそれに近い仕様の技を習得したようだ。なるほどな。ますます戦闘に幅が出るな、ロッタ。ああ、感謝する。きっとこれまで以上に力になれると思う。そうか、じゃあこれからもよろしく頼むぜ。ああ。